江口君堂若光寺若光寺は、大阪市東淀川区にある日蓮州の天寺。正式名称は、法林山不原院若光寺。別名を、江口君堂といい、江口の君と西魚法師の歌問答が知られている。旧本山は、谷町明教寺、生氏法縁。元久2年、明佐君津小美国が改装。現行園芸の乱で消失したが、赤松丹波守が、 渋滞の檻に焼け残った不元菩薩像を信仰すると、奇跡的に治癒したことで信者が多くなり、聖徳年間不問品にが再建し、それまでの天台宗を日蓮宗に改めた。勝川春亭が、江口の君、遊女の姿を借りた不元菩薩。不元菩薩の乗り物としてよく描かれる白象の背に、乗っている光章は、江口の君と呼ばれた遊女で、再行と歌問,問答をしたとされている。 江口の君という言葉は、平安時代から鎌倉時代にかけて、摂津国江口に集まっていた遊女の総称だったが、用曲、江口ができて、以降、西行奉仕と歌問答をしたとされる遊女の妙のことを指すようになった。妙は、平家没落後、遊女に身を落とした、平助盛の娘とも言われている。歌問答とは、新古今和歌集にある西行の世の中を、 イやフまでこそ何からめかりの宿りを惜しむ君かなと、遊女名の、うイやフ人とし聞けば、仮の宿に心と胸なと思うばかりぞのことで、西行が旅の途中、江口の里で甘宿りを頼んだが断られ、出家に比べたら、宿を貸すなど、たやすいことなのにそれすら惜しむのかと読んだところ、妙から、出家者と思えばこそ、このような宿に心を止めてはいけないと思ったのだと、返された。 というもの。用曲江口では、ある僧が、江口の里に差し掛かると、江口の君の霊が現れ、妙の変化の死にを告げ、世の無情と執着の罪を解いて静かに待った後、不言菩薩に姿を変えて天井に消えてゆく。大阪府大阪市東淀川区南江口三丁目13-23、ありがとうございます。